まずはホームの熊本です。システムは 3-3-1-3 を予想しました。ゴールキーパーは田代、ディフェンスは左から相澤、江崎、黒木です。そして中盤左に竹本、ボランチに藤田、そして右は三島です。トップ下の位置にキャプテンの平川、そして島村が前節からは入れ替わってスタメンに名を連ねています。そして石川、相原というフォワード陣です。秋田のスターティングメンバーです。こちらシステムは 4-4-2 を予想しました。こちらは前節開幕戦とメンバーの入れ替わりはありません。ゴールキーパーは囲い、ディフェンスラインは左から飯尾、川野、阿部、高田、そして中盤は三上、諸岡、藤山、中村という並び、そして2トップは青木と斉藤です。石川が収めて愛護の背後、シュブルですね、相原の背後というところですね、はい、いや狙ってますね、セカンドボール、うん、おー、これはゴールの左でした。あ、ファウルになりましたね。あ、中村、中村、はい、このセカンドボール、中村体を投げ出していきました。相澤と交錯したというところで、三上はキープ力があります。飯尾に預けてクロスが入ってくる、うん、足元藤田が触りました。中村頭で押し込んでくる、青木収めて振り向きの球のシュートはゴールの左です。ストライカーですね、まあ、決して状態は良くなかったんですけど、はい、三上のクロス中、青木枠に飛ばすことはできませんでした。平川というところですが失いません。左の島村へいいゴール、クロスを放り込む、相原ヘディング、ゴールキーパー囲いの正面でした。飯尾から諸岡へ追いつくことができるか、残しました。飯尾がクロスを供給する、中央、青木のヘディングはいけない。さあセカンドボール、高田のシュート、おーゴールのわずかに右、いやー惜しいシーンでした。そうですね、左サイドは秋田テクニカルなんですよね、ゴールキーパー田代がパンチング、青木はミドル直接狙ってきましたが、まあ、畑選手はまあ最前線もできる選手ですし、まあ、しっかり起点作れたりだとか、最終的なエリアに潜り込んでいける選手です、うん、背後に出て中村のクロス、中央ヘディング、押し込んだのは藤山、なんとなんと168センチ、秋田の中では小柄な藤山が頭で押し込みました。ブラウブリッツ秋田先制、2023シーズン秋田最初のゴールは藤山智文のヘディングでした。ここよくこの精度で上げましたよね、中村選手が、さあこのセカンドボールの奪い合い、混戦からどちらが抜け出してくるか、石川収めて島村左足、島村個人技で打開していきました。こじ開ける力持ってますね、はい、近いところ諸岡に投げ込んできた、戻して高田から低いボール、おシュートできるか、あ今手前ミートすることはできませんでした。さあ振り返して畑純喜のヘディング、なんとか書き出しました熊本、でしたね、青木は合わせることができなかった、ただこのセカンドチャンスです。谷からこのボールですけど、はい、左手1本、秋田がリードしています。庭から畑へこぼれている、庭が抜け出した、どうか田代触る、竹本がかき出しました、近いところ道脇の前、先に秋田の選手がボールに触る、放り込んでくる年田というところですが、ここで試合終了のホイッスル、
2023明治安田生命 J2 リーグ第2節ロワッソ熊本対ブラウブリッツ秋田は1対0秋田が勝利を収めました。